皆さんこんにちは。いつも大金整骨院 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は金井が担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、今日はふくらはぎの引き締めレベルアップバージョンを皆さんに伝授したいと思います。過去に何度か上げたんですけど、それのレベルアップバージョンですね。今回結構きつくなるので皆さん覚悟しておいてください。はい、ということで僕でした。これ何かっていうと、骨折してしまいました。ドアに挟んで骨折してしまったらこの子が生まれてきました。はい、ということで指を骨折しててもできるふくらはぎのエクササイズです。はい、前は直立したままこう上下に動くようなトレーニングをしたんですけど、今回はそれプラススクワットのポジション、軽くスクワットまでいかなくていいです。もうこんぐらいの中腰ぐらいの姿勢で、このまま今度はつま先立ちをするようなこの動きですね。この動きと、あとはつま先を逆ハの字に広げてつま先立ち。この時は外に開くとふくらはぎの内側が主に鍛えられます。で、母子球側、親指側で強くギューって踏ん張ってあげるとより入りやすくなるので、そのようにやってみてください。で、これが10回終わったら今度内股にします。内股にしてつま先立ちです。で、この時は逆に小指側にちょっと力を入れてあげてやってあげると外側に効きやすくなってきます。はい、で最後に中腰のところからつま先立ちですね。これが一番きついですかね。これは膝を曲げてるのでふくらはぎの筋肉と表面と深い部分があるんですけど、ヒラメ筋といって深い骨に近い方の筋肉を鍛えてあげることができています。はい、なんで実際何でしょう、筋肉の動きとかここが効いてるっていう、ヒラメ筋が効いてるっていうのは僕も分かりません。ただなんか感じ方が違うので、あ、ちょっと違うところが鍛えられてるなっていうふうに感じていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。バランスを崩さないように、なんか自宅に一人この子がいればこの子でもいいですし、なんか壁でもいいと思います。絶対ないはい、僕はこの子がいるのでこれを支えにしてちょっとやっていきたいと思います。まずはつま先を外に向けたバージョンから10回で、内側に閉じて10回で、最後中腰のやつを10回で、全部で30回連続でやっていきます。はい、それじゃあ皆さんやっていきましょう。はい、じゃあいきます。ハの字、逆ハの字にしていただいて親指重心ですよ。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。そしたら今度内股にします。小指側重心です。せーの、1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10。はい、じゃ今度そしたら中腰いきます。この状態で足の向きもハの字、逆ハの字いきます。せーの、
1、はい、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、はい、OK です。で、最初の2つは外と内と外側で、最後の種目はこのちょっと膝裏の近くがギューっていうような感覚があればうまくできている証拠です。これのいろんなパターンとしては、今のゆっくりなバージョンだったり、ちょっとテンポ早めにこうポン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 っていうようななのをやってあげたり、あとはかかとを下ろすときにベトってつかずに数センチ数ミリ浮かしてまた上げるっていうような感じでやってあげると、また違う負荷がかかると思うので、チャレンジしてみてください。はい、今回の動画がためになったと思う方はチャンネル登録とグッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。